千葉の川10月1日から1961年3月16日は、日本のジャーナリスト、政治家。名古屋市長を3期務めた。中部日本新聞社編集局長と対談滋賀県、安郡森山町にて、官方役所、山本東江門の三男として生まれた。陽名は乙次郎。1884年、滋賀県安市。 北桜の浄土、宗太門寺の小林霊会の養子となり海音と改名した。その後、浄土州高等学院入学するが中退。小学校教員、京都府内の極楽自住職を経て、ジャーナリストとしての才覚を発揮し1905年には、大見新報主筆となり、県政批判の筆を振るった。1911年名古屋新聞に展示1914年より、 名古屋新聞主筆を経て、1942年政府の指導で、新愛知新聞と合併した、中文日本新聞の取締役となった。当時、新愛知は、声優会を名古屋新聞は、県政会を支持し、あたかも政党新聞のような論戦を展開し、発行部数の獲得合戦を行っていた。その中で、吉川は名古屋新聞主筆として、 大正デモクラシーの時代に民本主義を唱えた吉野作造を支持して名古屋の中京協会で吉野の講演会を開催したり名古屋新聞市場で民本主義理論を積極的に紹介した吉川は電車賃値上げを批判その後婦人運動労働運動などに関与し1920年名古屋労働者協会を創立した1930年副社長となるが 反戦思想から特別高等警察の監視対象にされた。吉川は一途に理想を主張するのではなく、反軍の論人を張りながらも現実との折り合いをつけていった。やがて戦争へ進む流に絶望し、個人としては平和を欲求するが、集団としては戦争に投げ込まれる。それが運命だと諦めの言論に転換していった。1939年。 大政翼3回中央協力委員に選ばれる。1942年、中部日本新聞社の創立委員となり、9月に同社取締役に就任。1947年7月、公職追放。1950年10月、追放解除。1951年、日本社会党の赤松、勇、小山義春、近藤国おらは、 小林の自宅を訪ね、名古屋市長選挙への出馬を要請。一度は断るも、赤松は小林を、すき焼き屋に招き、重ねてくどいた。行政をやったことがないから自信がないと答えると、赤松に、行政は役人に任せておけばよい。あなたは3階の市長室に座り、名古屋の文化を高めるアイデアを出してくれればいい。他に何も期待しないと返され、出馬を決意。 同年4月23日に行われた市長選挙に核心系無所属の候補として立候補するも名古屋新聞の後輩にあたる現職の塚本さんに558票差で敗れ落選。1952年8月25日名古屋市長の塚本さんが任期中に死去。これに伴って9月28日に行われた市長選に立候補し初当選。 名古屋市初の革新警視庁が誕生する。1959年の伊勢湾台風では、超大型台風の襲来に備えて、名古屋市内の森山中屯地に集結して、出動準備を整えていた。陸上自衛隊に対して、災害派遣の拒否を通知して、初動対象を阻害して、犠牲を拡大したが、その事実が発覚したのは、本人没後で、名古屋市民には、 被害復旧を人頭指揮する姿だけが目に映っていた。1960年9月18日に行われた市長選で自民党前衆議院議員の辻貫一らを破り3期目の当選を果たすが10月13日に名古屋市立大学病院に入院。1961年3月16日、公務に復帰することなく同病院で動脈硬化症により死去。 78歳没。同日付で、君三東随法賞を受賞した。1951年4月23日執行。現職の塚本さんに558票差で敗れる。当日有権者数55万9412人。最終投票率 78.08%1952 年9月28日執行。 全助役の手島博明を破り初当選。当日有権者数、62万9103人、最終投票率 61.、61.10%1956 年9月26日、執行。尾張徳川家の徳川吉力を破り再選。当日有権者数、77万3031人、最終投票率。 59.64%1960 年9月18日、執行。自民党は、全衆議院議員の辻寛一を、候補者に立て、池田勇人首相が、応援演説に入った。社会党委員長の浅沼稲次郎と民社党初代、委員長の西尾末広は一旦手を結び、小林を支援するため、名古屋入りした。第29回衆議院議員総選挙の前哨戦と、 言われたこの年の市長選で、小林は知事に3万9000の差をつけ、参戦を果たした。当日有権者数88万9547人、最終投票率59.89%。ありがとうございます。